里芋をこの前ロケでもらってきたのよ。あ、そう。うん、柔らかいぞ、熱いぞ。あ、柔らかい。うん。はい、こちらが本日のお昼ご飯でございます。こちらが里芋を使った肉じゃがでございます。肉じゃがじゃないか、肉里になるのか肉里芋はい。そしてこちら卵焼き、そしてこちらがレンジでチンしただけの里芋でございます。右が赤目、左が普通の里芋でございます。そしておじいちゃんの作ったお味噌汁、おじいちゃん食べていきましょう。それではお願いします。はい、それではいただきます。いただきます。里芋をね、美味しそうないろいろなものが入ってますね。ありがとうございます。はい、里芋をこの前ロケでもらってきたのよ。あ、そう。うん、あ、これ里芋、うん、食べてごらん、うん、これ。はい、はい、いただきます。はいはい、お茶碗持ってね、危ないから。柔らかいぞ、熱いぞ。ああ、柔らかい。うん、甘いやん。それどう、なんつった？甘い。甘い、うん、いいね。ご飯に合うかい？うん、どうだろう。どうですか？何も言わずに味噌汁飲んじゃって美味しい証拠か、うん、美味しい。美味しいですか。でね、じいちゃん、はい、あとね、これを食べてもらいたいのですよ。これもこっちがね、こっちの方が塩ついてないの。これ一口食べるだけで全部食べないでいいから。どうしよう、ティッシュ。熱いね。はい、ここちょっとかじって食べてみて。今口の中のものなくなったら、うん、あ、いやじいちゃん、多分箸でじゃグッていった方が多分食べやすい。ごめんよ、口の中のものな、うん、口の中のものなくなってから味がわかるから。これ一口、この向けてる部分結構いったな。うん、どうです、お味は。さつまいもと違うの。さつまいもとは違う、里芋でございます。塩味って言うの。そうです。じゃあ一回戻していただいて、そちらを。そして続いてはこちらですよ。おじいちゃん待ってください。こちらですよ。あ、味噌汁で一回リセット。はい。あ、ご飯も行きたい。待って待って、じいちゃん待って。それ食べる前にこっちを食べてもらいたいの。比べてほしいんだ。箸置いて。お箸って置いて。さっきのとちょっと違うべ。ちょっと違うな。こっちはどう？こっちは粘っこいよ。そう。こっちは？こっちはポロポロするな。ポロポロするな。じゃあおじいちゃん、おじいちゃんにお聞きしますよ。うん、どっちが美味しかったですか？ネバネバとポロポロ。やっぱりネバネバの方が。あ、ネバネバの方が美味しい。うん、なるほどな。なんでそっちは二口いくんだよこっちも好きじゃないか。じゃあ、あ、どっちも好きなんだ。すごいな、お米食べれなくなっちゃうぞ、うん、
こっちの方が粘る。うまい。うまいか。うん。よかったよかった。あ、肉じゃがうまい。あ、こっちも肉じゃがやってる。椎茸入りです。椎茸ね、うん、あ、これもそうだ。そうだ。めっちゃ食いしん坊だ。ハギホオズキ、じゃあ右上読める？あ、結構そう、おいしい、うん、ご当地の野菜。そう。二行目は？番付け。番付け、そう。最後は番付け。皮ごと食べる。皮ごと食べて？なんて書いてある？美人に丸で、丸で宝石。そう。くろうと番付。そこも読めたか。やっぱ青字がちょっと読みにくいんだな。光が飛んじゃって。生姜や。香味生姜。じいちゃんは生姜さ、こうやって生姜をこう切るのとさ、チューブなの、どっちが好き？生姜切ったらするの？あ、するのもあるか、うん、大根おろしだ。チューブあるじゃん、それ大根だろうよ。生姜おろしで、生姜おろし。あ、大根おろしでってことね、おろしで。チューブでもあんじゃんか。
コンビニで売ってる簡単なやつ、味付けにさ、うん、チューブってわかる？コンビニ生姜。じいちゃんよ、チューブってわかるか？チューブ。チューズ？チューブ。わかんねえな、チューブ。わかんねえ。チューブがわかんねえ。説明難しいな。涙出てる。あ、紙。紙ってる？紙ってるっていう言葉があんの。うん、後ろに布紙ってる。うん。すごすぎるみたいなことよ。神ってる、まるで神様が作ったようなみたいなさ、まるで神様のようなっていう今時の言葉、まあ今時でもねえけど、もう死後だけど、公認証が 4,5 年ぐらい前の流行語だべ、広島カープの。じいちゃん、日本人でさ、一番ホームラン打ってる人誰だか知ってる？ホームラン？一番打ってる人。長嶋か？長嶋じゃないよ。茂雄？茂雄じゃねえべよ。一番、別にいるのかよ。別にいるよ。一番ホームラン打った人だよ。分かんない。分かんない感じですよ。分かんないな。王貞治って聞いたことない？王ある。王ある？王貞治知ってる？知ってる？王貞治が一番打ってたんだ今まで。長島より多いのか。長島より全然多いよ。1年間で55本打ってたの。その記録が抜かれたんだよ。昨日。そう。うん。村上さんっていう。23歳とかよ。そしたらさ、プロ野球ってスポンサーがいるじゃん、なんか新聞社とかさ、テレビ局とかスポンサーがいるじゃん。でその村上選手っていうその王貞治の記録を抜いた人はヤクルトっていうチームに所属してんの。じゃあヤクルトのスポンサーがなんだっけな、タマホーム、不動産の会社なのよ。そしたらあなたはあの偉大なる、だって王貞治が現役の頃って何十年も前だから、何十年もずっとその年間ホームラン記録っていうのは破られてこなかったわけよ。すごいの。それを塗り替えたの昨日、村上さんって人は。23歳で、あなたは23歳でこんなことをしたと。で一番最初はもし記録を塗り替えたらあなたに1億円あげますよって言われたの、うん、ね。でもなかなかこの何、みんなさ、この王さんの記録を突破させまいとさ、いいピッチャーが出てきたりとかさ、敬遠したりとかさ、ホームラン打たせないようにしてたのよ。なのに昨日の最終打席でバコンってホームラン打ったわけ。そしたらそれに感動したそのスポンサーの不動産の人たちが、1億円って言ってましたけどあなたの記録はすごいと、素晴らしい、3億円の家をあげましょうって言って3億円の家もらえるんだって。すごくない？俺は3億円もらってもそんな記録出せないけど、素晴らしいよな。
景気がいい話だな。日本一の記録を出して3億円もらえるって簡単にはできないな。簡単じゃないよそんな。それはプロ野球のピッチャー全員に3億円ずつ渡せれば簡単かもしれないけど、ここ投げてくれっつって八百長な。そうもいかないべ。すごいことだよな、23歳で日本一の記録を作るっていうのは。じいちゃんもなんかの日本一なるか。野球なんてこんなん興味ないんだ俺は。まあな、スポーツはそんなのもな。何が興味あるスポーツは。テニスか。やっぱテニスの方がいいな。なあじいちゃん、だって今の年で試合出て誰かに勝ったらもう日本一だよ。最年長の勝利記録になるよ。今テニスやれてたきついか、じいさんな。今無理だろうな、うん。あとでも50、60ぐらいで始めたんでしょ、テニス。昔からやってるわけじゃないでしょ。なんで始めたのよテニスを。だんだんなんとなくやっただけでもだとか。なんとなくできねえべよ、そんなサッカーじゃあるまいし。ラケット買わなきゃいけないんだから、コートも借りなきゃいけないし。なんか会社でなんか沼も入れたん庭今やれたって無理だ。まあ今は無理だろうけど、当時よ当時、会社の人の誘いとかか始めたのは。誰かにテニスやりましょうみたいな。うん、そういうわけでもない。ただな、なんとなくやるって言ったんだよな。そのなんとなくって、すげえなんとなく。いつ始めた、まあ、写真残ってんのかな。もうこの時はもうやってたよな、うん、じいさんや。なんでなんでこんなのであったかわかんないやん。じいさん、あの時、あの時はテニスやってたべ。あら、千葉、千葉行った時は、うん、あの時はテニスやってるイメージだよ俺は。あの時やってんだ、じいちゃんのあのポロシャツとあのズボン今でも履いてんだね。すごい大事にするじゃん。だからボロボロなのか。あれ足のとこ塗ったからね、足のとこ塗っといたからね、あのズボンのね、足のとこ、足首のところ塗った、塗った、取れちゃったから。すごいな。やっぱまああれと比べると痩せちまったけど、いやまあ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 そりゃそうだわ。あれだって70とかだろ、80か。もう70なわけねえか。99で29年前で俺が2歳ぐらいなわけねえから、俺が10歳ぐらいだろ。ばあちゃんも元気でね。そう、ばあちゃんが杖ついてるイメージだったからな。じいちゃんはもうスタ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 、子供の頃は。紫の貝割れ。
いいね。高萩ほおずき高原生姜テイザナス何ナス芋ジンゴエモン芋山形マモロマじゃあ無理して食わんでいいよ、うん、で残せ今は腹たまるからなこれもこっち置いちゃう食うんだったら近場 OK やしなんでささくれ切れてんだよベジラブヨガの内藤かぼちゃのポーズこれじゃないかこれはないよなこれだ知らないけど梅のかぼちゃかかぼちゃのポーズっていうのがあるんだってヨガってなんか変じゃんなんか鳩のポーズとかなんかカマキリのポーズとかなんかいろいろあるじゃんなるほど神様だったら両手でこう掲げるけどなぁ神様紙っぽいかあー美味しくいただきましたどうぞどうぞシュウスケは腹くっちぇですよヒロクさんはどうですか、里芋とは一緒にしないでくださいって言って里芋って書いてあるけどな蒸し里芋熱いよねあー柔らかいうまそうどうもごちそうさまでしたごちそうさまでした美味しかった美味しかった、うん、どれが一番良かった今日はこれがちょっとわかんないんだな何芋芋、うん、何もわかんない手で持った方がいいよ、手で持った、うん、ダメダメダメ、これ、ね、保存しにくくなっちゃうから箸入れたら食べるな、手いっちゃん皮あるんだから手で食べて食べないの
食べないのかよ。ダメダメダメ、また保存できなくなっちゃう、食べれないんだから。はい、ごちそうさん。はい、ごちそうさまでした。美味しくいただきました。Thank you.